ナイスパック。ナイスパック。ストリートリリースライブツアーのおそらく最終日、国際通りでやろうと思っています。その前にちょっとね、最強の沖縄そば屋超デグアに行って腹ごしらえして、超デグア。で、あの沖縄の言葉でね、兄弟って意味らしいです。超デグア。あ、そうなんですね。700m。夜が毎晩。ここからはもう制作かな。この辺なの。もうちょいさっきの右側に出てくるから。通り過ぎよっただって。え？やばい、焼けちゃう。焼けちゃう。座ってね、何分後ぐらいですかね。座ってた方がいいですね。おーす、あ、お疲れ様です。お疲れ様です。あっちで。思うっすよ。あれ、もしかしたら、もしかすんじゃないなんて言いながらパッと行ってきたら、パッとやっぱりみたいな。予期せぬパニック。あ、いっそ、じゃあ2人先に。え、大丈夫ですか。ありがとうございました。今日は来ないです。なんか昨日の人です。今日は来ないんじゃない？あ、どうですか？めっちゃ見たかったです。昨日来てから あんまりこっちのとこがめっちゃ入ってまず写真からの。ちょいごめん。ちょいごめん。これはちょっとストーリーしたっけ？いやっす。わー、今日楽しい。うん、うまっ、あ、うまっ、飛ぶ。はい、楽しんでください。ナイスパック。ありがとう。ガムテープないよね。あった。じゃあこれ貼ったら始めよう。乗り気を先輩にポニーっつって、こいつ凌介って言うんだけど絶対気が合うと思うからって紹介してもらって、でその日会ってめっちゃ乾杯して、もう帰りどうなったか覚えてないぐらいちょっとあれだったんですけど、それから間もなく時をそんな経ないで渋谷のプラグっていうクラブで再び再会したんですよ。グランドワークスっていうイベントだったかな、コアクさんがやってるイベント でそれで朝方になるまでずっと2人で、本当にずっともう閉店になるまでずっとフリースタイルやってて、ステージで、でそれがちょっと楽しすぎて、ちょっとほぼそんなやつです。いや、今日もひたすらダンス、小柄なモンスター、とことの迷宮よりも奥深く、一度スイッチ入ったら寝るまでバックされた時に S が言ってた、来るから命が千人モードだって声かけて、ピッパンにも近づけた、裸顔になってよかった。2人でやってきてぶちかましたいです。それまで。
それまでナイスに行っていきましょう。オレンジス届けます。 Yeah、 こっち置いてよほらこっち、邪魔なんて思わないでほしい、なんかしようさあ一緒に、恥ずかしがらずにジャミン背景、俺の愛する人、君が夢の中にいる頃、これからのこと膨らむ妄想、俺が夢の続きを書く頃、あいつらはみんなのヒーロー、誰かに夢を見せてあげる人、これから人問いかける人、やることやるだけいつ何時も、さあ位置について用意と自粛期間で結構誰にも会えない期間が続いて、すげえこれからどうなっていくんだろうってめっちゃ勘ぐったんですけど、ましてやこんなことしてたら怒られるかなとか思っていろいろ勘ぐったんですけど、一歩踏み出してきて本当に良かったと思ってます。本日はこの自分で起こしたこの現象に引き寄せられてくれて本当にありがとうございます。またこのツアーはアイスパニックのリリースツアーとしてやってます。 CD と、まあ、ちょっとこのゴールデンパニック T シャツ持ち歩いて売り歩きながら旅してるので、もしよかったらお声掛けしてください。アルバム2500円、 T シャツ3000円、ナイスパック。本日は本当にありがとうございました。なかなかこんなことやってるやついないと思うんですけど、引き続き引き続きというかここで今日ファイナルなんで一つ告知があります。もう47終わったんで一旦これは終わりなんですけど、次は帰り道編っていうのがありまして、はい、帰り道編のはい、ナイスパンで、帰り道の前にまずちょっと沖縄にこれからあと10日ぐらいちょっと滞在しようと思ってまして、でその中でちょっと、もう一個決まってるところがありまして、9月21日の月曜日に、あそこにいらっしゃるマスター精神精神くんの、やってる超デイグアの、西原店で、21日駐車場でストリートライブやります。なんでちょっと連休中ですごいパニパニしてると思うんですけど、みんなで沖縄そば食いながらまたよかったらパニックしたいと思います。本日は誠にありがとうございます。引き続き僕はちょっと人生好き勝手に生きていこうと思ってます。皆さんにもナイスパニックがありますように。今日は来てくれてありがとうございます。 Yo 好き勝手に Alive Pony Last Shit Yo 他にいなくてこんな生き方ってなことばっかすんのがラッパー、世間の目から見たらおバカ、ことばっかだけど夢は叶えた、ファンティーなビーツ海の柔リブル、あともう少し本当にありがとうございます。